なんだろう、こっち見てもらえば分かるんですけど、あ、こっちはまだマシかな。要はこの丸い面がすっかり平らになっちゃってるんで、コンマコンぐらいやっぱ差出ることあんのかな。そうだよね。で結局これなんかもうピストン自体が擦れた跡あるんで本当ですよね、俺もそう思った、うん、傷ありますよね。結局このオーリング自体が、表面すっかり潰れちゃって、もう直接擦っちゃってたってこと、擦っちゃってたんでしょうね。何年間本当あの状態だったのか分かんないですけど、これやっぱ良くないんだ、この傷は。これ結局チューブの中に傷ついちゃってるだろうから、オーリング入れ直しても、まあおそらく、ただまあマストが起きてこないとかってそういうことはなかったんで、まあほんとね、お客さんのとこだとの機械だったらこれどうしますって感じだけども、まあ今回はそうなんだ、うちで中古で買った機械なんで、まず漏れたらまたやろうでいう、この部品ごと取っ換えるなり、まあいずれあとチューブの中の傷がどの程度かっていうのもあるんですけど、まあ型も古いリフトなんで、かえってもう中古の知りたこと、これも作動油ちゃんと交換してればこんな風にならなかったかもしれないっていうことなんですか。まあこれは関係ない、これ自体は結局このゴムの弾性の問題なんで、要は結局こっちですよね、この頭の方のキャップの方のこのパッキンの劣化がやっぱり一番、あの表にオイルがダラダラ出てくるっていうのの原因だったんで。でフォークリフトの場合だと、チルトシリンダーの真下にブレーキドラムが来てる場合あるんで、そうするとフェンダーとかいろんなとこ伝って、ブレーキドラムの中にバックプレートの隙間からこうオイル入っちゃって、それでブレーキが効かなくなるというようなこともあるんで、だ意外と危ないんですよね。うん、怖いね。でそのまま何年も使って結局ブレーキズルズルって効かなくて、そこで初めてトラックにぶつかったりするから直してくれなんていうお客さんもやっぱりいますけど、だからこんなにすぐ直るんだったら最初から頼めばよかったななんていう人もやっぱいますね。よっぽどだから見積もりも取らないでうんとかかるっていうイメージで、いやー参ったななんて言ってる人結構いるようなんで、まめにこうやって気にしてあげてれば変な話安く済むんだ。そうなんですね、早いうちだったら、あ漏れ始めたな、まあにじみくらいだったら、まあまあにじみの段階でやってもらえばいいけど、やっぱりみんな予算の都合あるんで、まああんまり激しく漏れるようであれば、そもそもオイルダラダラの機械だと見た目も悪くなるんで、すっかりオイルにホコリとかついて真っ黒な機械自体も真っ黒になっちゃうんで、